ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。どうしたの？前、雑学を知りたいって言ってたから、調べてきてやったぞ。ありがとう。どんな雑学を教えてくれるんだろう。ってことで今回は、知ったら後悔する雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのはアメリカ人の約半数が宇宙人の存在を信じているだ。映画会社がアメリカ人を対象にした調査によると、約半数のアメリカ人が、宇宙人の存在を信じていることが分かったんだ。それに、宇宙人の存在を信じている人のほとんどが、宇宙人は定期的に地球を監視していると信じていることも分かったんだぜ。そんなにたくさんのアメリカ人が、宇宙人の存在を信じているんだね。ちょっと意外だよ。そうだよな。さらに、宇宙人の存在を信じている人の 20% が、宇宙人は地球人を誘拐していると思っていたんだ。宇宙人は敵対的だと思うか、友好的だと思うかという質問に対しては、敵対的だと思うと答えた人は 9%、友好的だと思うと答えた人は 25%、わからないと答えた人は 66% だったんだ。アメリカは、X ファイルの国だし、宇宙人の存在を信じている人が多いのも必然なのかもしれないね。二つ目に紹介するのは慢性偏頭痛の人の多くが顎関節症を起こしているだ。慢性偏頭痛は、発作が起こると心身ともに疲弊してしまうんだ。慢性偏頭痛って、ものすごく辛そうだよね。ああ。最新の研究で、慢性偏頭痛と顎関節症に関連があることが分かったんだ。そうなんだ。偏頭痛と顎関節症は、全然関連なんてないと思ってたよ。ブラジルのサンパウロ大学のリディアン・フロレンシオ氏の研究によれば、慢性偏頭痛の患者は、反復性偏頭痛の患者と比べて、3倍も顎関節症の症状が重かったんだぜ。そもそも、顎関節というのは、顎が顔の両側で、頭蓋骨につながっている場所なんだ。成人の 30% が、機能や動きに関して何かしらの痛みや違和感を経験していると言われているんだ。顎関節症って、顎関節がポキポキ音が鳴るようになるんだよね。そうだ。他にも、顎の動きの低下や関節痛、首まで及ぶ疲労や筋肉痛などの症状があるぞ。そんなにいろんな症状があったんだね。顎関節症の原因って何なの？原因は、筋肉への過剰な負荷やストレスだと考えられているんだ。だが、以前から偏頭痛と関連があるのでは？という意見もあったんだぜ。今回の研究で、フロレンシオ氏は、30代前半から半ばの、反復性偏頭痛患者31人、慢性偏頭痛患者21人、偏頭痛の既往歴のない32人の女性、合計84人を対象にして調査をしたんだ。調査の結果、顎関節症の症状が確認されたのは 54% なんだが、反復性偏頭痛患者は 80%、慢性偏頭痛患者は 100% の確率で、症状が確認されたんだぜ。偏頭痛患者は、顎関節症の確率が跳ね上がってる。そうなんだ。フロレンシオ氏によると、偏頭痛も顎関節症も、神経終末に関連がある可能性があるそうなんだ。神経終末って？神経終末は、有害な刺激や危険な刺激に反応して、痛みを処理する場所なんだ。偏頭痛の発作が繰り返されることで、痛みに対する感度が高まり、その一方、顎関節症は、神経終末に異常な痛みのプロセスを喚起してしまうから、頭痛が続いてしまう原因であると考えられているんだ。偏頭痛の原因が、顎関節症ではないけど、偏頭痛の感度を高める原因の一つではあるんだぜ。この発見が、偏頭痛の新しい治療の手助けになるといいね。三つ目に紹介するのは頭がいいと褒められて育った子供はズルをするようになるだ。賢いねや頭がいいねと褒められて育った子供は、ズルをするようになるという研究結果があるんだぜ。え、そうなの。賢い、頭がいいって褒められたなら、そういうズルはしない、いい子に育つんだと思ってたよ。子供の特定の行動や努力じゃなくて、生まれ持った能力を褒めることは、困難に取り組む力や学習意欲を低下させるという、有名な研究があるんだぜ。今回は、その研究を踏まえて、中国東部に暮らしている150人の3歳と150人の5歳を対象に、数字カードを使った推理ゲームをしてもらったんだ。この実験中、子供たちは、成績か頭の良さを褒められるんだ。その後に、ズルをしないよう約束をし、ゲーム中に研究者が1分間席を外すんだ。その間に、ズルをしないか見るんだね。その通り。部屋には隠しカメラが設置してあり、子供がカードに書かれている数字を見るために移動したり、体を傾けたりしていないかを観察したんだ。そして、実験の結果、3歳の子も5歳の子も、頭がいいと褒められていた子は、男女ともにズルをする確率が高かったんだぜ。どうして、頭がいいって褒められると、ズルをしやすくなっちゃうんだろう。生まれ持った能力を褒めることは、行動を褒めることとは違って、うまくやることに対するプレッシャーになってしまうと考えられているんだ。
なるほど、頭がいいって褒められちゃうと、ズルをしても、いい結果を残さないとって思っちゃうんだね。もし私が子育てすることになったら、プレッシャーにならないように、生まれ持った能力じゃなくて、行動を褒めるようにするよ。4つ目に紹介するのは6度目の大量絶滅が2100年までに発生する可能性があるだ。過去5億4000年の間に、地球は5回も大量絶滅を経験してきたんだ。そして、アメリカのマサチューセッツ工科大学の地球物理学者で、数学者でもあるダニエル・ロスマン氏は、次の大量絶滅は、近いうちにやってくると考えているんだぜ。それは、困る。そもそも、どうして、近いうちに大量絶滅するってわかったの？ロスマン氏は、過去5億4000年の間に、炭素循環の大きな変動が31回発生していたことを突き止めたんだ。そして、それぞれの炭素循環の大きな変動において、海洋に吸収された炭素の量を数学的に考察して、変動率を明らかにしたんだ。その試算によると、その炭素の量というのは、310ギガトンなんだ。増加している二酸化炭素を鑑みると、2100年までに310ギガトンに到達してしまうというんだ。あと100年もないんだね。そうなんだ。明日いきなり大量絶滅が起こる可能性は低いが、放置すると炭素循環が不安定になっていき、予測できない挙動をするようになってしまうんだ。その挙動が、大量絶滅に関連しているんだぜ。大量絶滅では死にたくないね。今はとりあえず、自分にできることをするしかないよね。5つ目に紹介するのは悪名高いギャングの中には女性もいるだ。霊夢は、ギャングと聞いて、どんな人を思い浮かべる？やっぱり、いかつい男性っていうイメージがあるよ。ギャングと聞くと、男性を思い浮かべがちだよな。だが、悪名高いギャングの中には、女性もいるんだぜ。女性のギャングか。全然想像できないな。じゃあ、悪名高い女性ギャングを何人か紹介してやるよ。まずは、ボニーパーカーだ。ボニーは、アメリカで最も有名な女ギャングと言われているんだ。もう亡くなっているが、今でも彼女が犯した犯罪は語り継がれていて、本や映画のテーマにもなっているんだぜ。そうなんだ。ボニーはどんなことをしていたの？恋人のクライド・バローと共に、アメリカを横断しながら銀行強盗や殺人を重ねていたんだ。二人を捕まえようとした、たくさんの人が殺され、警察官も9人以上殺害されたと言われているんだ。次は、サンドラ・アビラ・ベルトランだ。彼女は、メキシコの麻薬カルテルのボスだったんだぜ。サンドラは、めちゃくちゃお金を持っていたけど、外部の人間に対しては、控えめな主婦のふりをしていたから、彼女の麻薬カルテルに疑いの目が向けられることはなかったんだ。じゃあ、どうしてサンドラが、麻薬カルテルのボスだってバレちゃったの？サンドラの息子が、身代金目当てで誘拐されてしまい、警察に助けを求めざるを得なくなってしまったんだ。次は、ジュディ・モランだ。彼女はオーストラリアギャングのボスなんだぜ。モラン一家は、数十年もの間、メルボルンを震え上がらせてきたギャングファミリーなんだ。ジュディは、報復として、愛する者たちが殺害されているんだ。ジュディは、ジョン・コールと結婚したが、1982年にジョンが殺され、2000年に息子が殺されたんだ。その後、ルイス・モランと結婚したが、彼との間にできた息子は2003年に殺され、その1年後にルイスも殺されたんだぜ。2009年には、ジュディもルイスの兄弟を殺した容疑で逮捕され、服役中なんだぜ。周りで、めちゃくちゃ人が死にまくってる。次は、ジェメケル・トンプソンだ。彼女は、元麻薬密売人の聖職者なんだぜ。ロサンゼルスで貧しい暮らしをしていたジェメケルは、貧乏を抜け出すために麻薬の密売を始めたんだ。夫と共に、コカインから手を出して、事業を拡大していき、やがて全米で麻薬取引を展開するようになったんだぜ。だが、ある男がジェメケルを裏切って警察に密告。1993年に逮捕されたんだ。13年懲役生活を送り、出所したジェメケルは、神への信仰に目覚めて、熱心に布教活動をするようになったんだぜ。一体何があったんだろう。悪いことをしてないなら、いいんだけど。最後は、ロゼッタ・クートロだ。彼女は、イタリアの犯罪組織のボスだったんだぜ。元ボスの弟である、ラファエレ・クートロが逮捕され、ラファエレの服役中に、獄中から発せられた彼の命令を、ロゼッタが実行していたんだ。逃走生活を10年以上続けた末、逃げるのに疲れたと語り、逮捕されていったんだ。ギャングといえば男性だと思ってたけど、女性のギャングもたくさんいたんだね。怖い怖い。6つ目に紹介するのは体が風船のようにパンパンに膨れてしまう減圧症だ。ペルーのキスコ出身の漁師であるアレハンドロ・ラモス・マルチネスは、風船男だとニュースになって注目されているんだ。風船男ってどういうこと？彼は、水深30メートルから急に浮上したことで、血液中に溶けていた窒素が気泡になり、筋肉に付着し、その影響で体がパンパンに膨らみ、風船みたいに変形してしまったんだ。それは、やばすぎる。この病気は、
電圧症といい、軽度の場合はめまいや倦怠感、関節痛、吐き気などだが、麻痺やなくなってしまうこともあるんだ。マルチネスのケースは、めちゃくちゃ珍しいんだぜ。マルチネスは、まだ治療中なの？マルチネスが潜水事故にあって数年経つが、まだ効果的な治療法は見つかっていないんだ。そうなの？少しずつ手術で気泡を取り除くしかないのかな？いや、気泡は、体の組織にくっついてしまっているから、手術で取り除くこともできないんだ。今までで最善の方法だと言われているのは、加圧室に入り、酸素を操作する治療法なんだ。内部の気圧を上げて、血液中の窒素をまた溶かし、ゆっくり減圧して窒素を排出するんだぜ。なるほど、そういう治療法もあるんだね。それでも、まだ完治はしてないんだよね。ああ、完治するには、この治療を少なくても、あと100回はしないとダメなんだ。それは、大変だね。大変なのは、それだけじゃないんだ。風船みたいな体になったことで、一気にマルチネスの体に、30キロの負担がかかってしまったんだ。常に耐え難い痛みが伴って、鎮痛剤がないと耐えられないし、高血圧にもなってしまったんだ。それに、腰に人工装具が必要なくらいの深刻な怪我も負ってしまったんだぜ。加圧室に入り、酸素を操作する治療法を続けて、気泡を減らすことができれば、複雑な外科的な処置を受けられるんだが、1000万円以上の費用が必要になると言われているんだ。鎮痛剤がないと耐え難い痛みが襲ってくるマルチネスに、仕事なんてできないだろうし、どうするんだろうね。皮膚とかあるといいんだけど。7つ目に紹介するのは中国で上映公開禁止となった映画とその理由だ。中国は大きな映画市場だから、作品の大ヒットを狙うなら、中国で上映することが重要なんだ。だけど、中国政府は海外映画の公開を、あまり許可していないんだ。映画の公開にあたり、禁止事項や必須事項などの、厳しいガイドラインが設けられていて、政府から許可が下りなかった場合は、中国全土で上映禁止されるんだ。中国ってめちゃくちゃ厳しいんだね。そうなんだ。今から、世界中でヒットしたけど、中国では上映されなかった作品とその理由を教えていくぞ。まずは、2016年公開のゴーストバスターズだ。この作品に登場するゴーストの存在は、中国政府の考えに合うものじゃなかったんだ。ガイドラインでは、迷信やカルトを流布する作品は、禁止になっているんだぜ。それでも、どうにか中国で公開したかったから、映画タイトルをスーパーパワー消したいみたいな感じにしたけど、その努力は無駄だったんだ。名前を変えようとしても、ダメだったんだね。ああ。次は1985年公開のバックトゥザフューチャーだ。この映画が上映されなかった理由は、歴史に対する不敬な描写なんだ。映画やテレビなどでタイムトラベル物が人気を集めていても、中国の検閲委員会は、タイムトラベルを扱うエンターテイメントをすべて禁止にしているんだぜ。次は、2016年公開のデッドプールだ。ああ、この映画はちょっと過激かもしれないね。この映画が上映されなかった理由は、ヌード、流血を伴う暴力、過激な用語などだ。どうにか検閲をクリアしようと、映画の手直しを試みたんだが、ストーリーの展開に影響を与えずに、過激な内容をなくすことは、不可能だったんだぜ。最後は、1977年公開のスターウォーズだ。スターウォーズの1作目は、めちゃくちゃタイミングが悪かったんだ。何のタイミングが悪かったの？毛沢東の死から数ヶ月後に公開されるという、タイミングだったんだ。毛沢東は西洋文明が中国に入ってくるのを拒んだ人物なんだ。遥か彼方の銀河も、そこに含まれていたんだろうな。世界で人気の作品が、中国では公開されていないことってたくさんあるんだね。逆に、公開が許可された映画の方も気になってきたよ。八つ目に紹介するのは実際のナルシストは自分の顔を見るのが嫌いだ。ナルシストは、自分を愛していて、自分を性的な対象として見るほど、自分が大好きなんだ。オーストリアのグラーツ大学の研究チームは、600人を対象に、ナルシシスティックパーソナリティテストを行い、ナルシシズムの傾向が高いのか、低いのかを調べたんだ。どんな結果が出たの ?600 人の中から無造作に選んだ43人の中で、21人がナルシシズムの傾向が高くて、22人は低かったんだ。そして、次に見知らぬ人、友人、自分の写真を見せて、脳の活動を FMRI で測定したんだ。その結果、ナルシシズムの傾向が強い、複数の男性が、自分の写真を見ると、ネガティブや葛藤の感情を処理していることが明らかになったんだぜ。じゃあ、ナルシストなのに、自分の顔を見るのが好きじゃないっていうこと？ああ、ナルシストの人は、潜在意識の中で、自分のネガティブな評価に苦しんでいる可能性があるんだ。この事実は、セラピストはよく知っているだろうが、一般的には知られていないんだ。私も知らなかったよ。ナルシストにもいろんな葛藤があって苦しんでいたんだね。
9つ目に紹介するのはイギリス人が考えるレストランでの許せないマナー違反だ。自分たちが使いやすいように椅子を動かしたり、料理の写真を撮ったり、こういう光景は、レストランでは結構見かけるが、許しがたいと思っている人もいるみたいだぞ。イギリスの成人1500人を対象にした調査によって、レストランで最悪のマナーの項目が発表されたんだぜ。それは、気になる、どんな項目が入ってたんだろう。イギリス人が考えるレストランでの許せないマナー違反は、ウェイターを指を鳴らして呼ぶ、口いっぱいに頬張りながら話す、大声で話す、テーブルクロスで手を拭く、子供に携帯の動画を見せる、子供に店内を走らせる、子供をカトラリーで遊ばせる、ナイフを舐める、ナプキンで鼻を噛む、メールを打つ、爪楊枝で歯をほじる、テーブルの上に携帯電話を置く、大皿をシェアするときに一人だけ多く取る、チップを置かない、テーブルでメイクを直す、料理の写真を撮る、音を立てて熱い料理を冷ます、高級レストランでマヨネーズやケチャップを要求する、ウェイトレスやウェイターに色目を使う、飲み物の氷をすくう、襟にナプキンを挟む、鉛筆みたいにナイフを持つ、コース料理で間違えたカトラリーを使う、自分たちが使いやすいように椅子やテーブルを動かす、料理の注文が細かい、飲み物を一気飲みする、料理名を間違える、赤ワインに使ったグラスに白ワインを注ぐ、タバコを吸うために外に出る、だ。めちゃくちゃたくさんある、でも、共感できるものもあるよ。だろ？ちなみに、32% はこういうテーブルマナーが古いと思っているし、39% はテーブルで携帯電話を使ってもいいと思っているし、5人に1人は料理の写真を撮って SNS に投稿するのは、全然問題ないと思っているんだぜ。イギリス人みんながレストランでのマナーに厳しいわけではないんだね。でも、イギリス人と食事することになったら、今日のマリサの話を思い出すことにするよ。最後に紹介するのはネガティブな感情を否定しようとすると、さらにネガティブになるだ。アメリカのカリフォルニア大学バークレー校の心理学者であるアイリス・モース博士は、ネガティブな感情を受け入れる習慣がある人ほど、ネガティブな感情を味わうことが少なくて、心の健やかさにつながっていることを発見したんだぜ。ネガティブな感情は、受け入れた方が良かったんだね。そうなんだ。他の実験では、ネガティブな感情に批判的な人は、気分障害になる確率が高いこともわかっているぞ。じゃあ、自分のネガティブな感情に抵抗したり、厳しい目で見ている人は、よりストレスを感じているんだね。ああ、モース博士は、ネガティブな感情を受け入れると、あんまり気にしなくなっていく。逆にネガティブな感情を断罪していると、鬱憤が溜まっていってしまうのだと思うと語っているぞ。ネガティブな感情を受け入れることができれば、心が晴れるのかもしれないね。これからは、できるだけ受け入れるようにするよ。今回の雑学も面白かった。また調べたら教えてね。ああ、わかった。また教えてやるよ。うん、楽しみにしてるね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。